な感じで、ああいう雰囲気なんですね。なんかライバルやから何かちょっとギクシャクしてるのかなと思ってました。変な話ね、アイススケートの時ちょっと紐とかピッと垂らす。そうじゃないの？全然ないです。あの特に今の3人はすごい仲良くて、でもあの個人競技なので、自分のベストを求めてて、その人はやっぱりうまくやれたら、あの喜んで、ダメだった時には慰めてっていう風になってるので、すごいな、素晴らしいスポーツマンシップ。そうだから日本のスケート界がこうみんな強くなってきてるだろうなって思って。そういうことか。いや、だから自分の人生と改めよう。本当ですよ。ついつい他の芸人出てたら滑れて